こんにちは、トラス企画阿部ちゃんです。みーくんです。はい、今日はですね、はい、なんと、はい、信者様からの買取シリーズです。これあれだよ、何の変哲もない普通のいやスバルの車。そうなんですね、はい、今日の2台は割と何の変哲もない車なんだけれど、うん、はい、やはり信者からの買取ですから、はい、これちょっと一味違ったエピソードがございますということで、はい、ぜひ皆さん最後までご覧ください。お願いします。じゃあまずちょっと、うん、まあスバル車を置いといて、はい、なんか似たような色のホンダ車からいきません？いや全然あれが違うじゃないか。これこれは一見お見受けするとインテグラタイプ R だよ。え、嘘でしょ、うん、タイプ R じゃないじゃないですか。いやいやいや、これ申し訳ないけど、はい、あの世界的に見てタイプ R はこれです。え、どういうこと？アメリカだとこういう形で売ってますから。あ、この丸めのね、はい、丸め2頭インテグラ、丸め2頭のインテグラがインテグラです、はい、これね、日本国内においてはちょっと違っておりまして、はい、最初これだったんですよ、うん、ね、最初これだったんだけど販売したらあまりにも不評で、この顔しかもライトも暗いということで、うん、あの皆さんよくご存知のこういうね長いヘッドライトに変わってしまったんですね、はい、でもアメリカでこのまま売ってたじゃん。そう、アメリカではなぜかこのまま売っている、うん、しかもアメリカって一応タイプ R っていうグレードないけれど、うん、インテグラ DC2 の GSR っていうグレードがあって、それはこのヘッドライトなんですよ。 GSR? GSR 知らない。それがあれですよ、 VTEC エンジン搭載のグレードです。知らなかった。そうなんです、うん、でもこれ、え、日本仕様でしょこの車。いや、これワンオーナーですよ。お客さん新車で買ったんですよ。じゃあ出た時に買ったんだ。そうです、日本でこの DB のインテグラ発売された時に最初に買った人、うん、そうです。うわー、すげえ。そんな車まだ現存してたんですね。え、俺この年代のホンダ車って9割スクラップかと思いました。タイプ R 以外、もともとこれスクラップに昔だったらなってました、はい、だから余計車の台数が少ないです。はい、で今ね、先般ね、はい、その25年経ったら高くなっちゃうっていうのがあって、はいはい、これの程度いいやつが異常に高い値段で取引されてるっていう、はい、なんでアメリカにもあるのに。なんででしょうね。右ハンドルだからです。あ、右ハンだからか。はい。左ハンはいくらでもあるんです。はい。右ハンがないんです。なるほどね。はい、だってこれ、VTEC のグレードじゃないですもんね。え？VTEC です。嘘？本当に？これ D15A じゃないの？何言ってんだよって顔しますね。ホンダ大好きな。あら？人が何を言ってんですか？B16A じゃないですか。はい、B18C です、これ。嘘、エンジンは B18C の黒ヘッドのエンジンです。え、本当だ、ここに書いてある B18C って、うん、オイルめっちゃ漏れてるけど、うん、まあオイル漏れた理由で、はい、まあ車を手放す形ですね。あ、そうなんですね、はい、うん、まあしっかり整備してきたんだけど、やっぱり経年劣化には耐えられなくて、あ、うん、まあ、オイル漏れとか、オイル漏れでね、今度ね、今年車検なんですけど、うん、車検取るときに結構かかっちゃうよみたいな話で、ああ、なるほどね、はい、うん、だったら今手放しちゃった方がいいんじゃないですかって話、はいはいはい、それでワンオーナーからずっと持ってたけど売っていただいたと。そうですね、素晴らしいですね、はい、そうは見えない、VTEC エンジンです。そうは見えないけどね、はい、まあ、マニュアルです。オートマはいっぱいあります。はいはい、このタイプのなんか同じ形してるやつ、はい、SI とかで、うんうんうん、いっぱいあります。珍しいよね、はい、これめちゃめちゃレアな車なんじゃない。だって俺初めて見ましたよ、この、まあ、装備はタイプ R？ ホンダ大好きなんだよね。いや、見たことない。俺はホンダ、俺好きじゃないけど。見たことないから、こんな車。俺は別にホンダ好きなわけないけど。はいはいはい、ホンダ一番とか言って、あ、ね、そうそう、るのに。俺でもこれ知らない。
え、どうしてちなみにね、この車、安倍ちゃんすごく、慣れ親しんでおりまして、一時期、うちの家族、この車でした。だから、そういうこと言ってんだったら、やばいじゃん、今の発見と。そうそうそう。あったんだ、慣れ親しんでるくせに。で、これ分からないっていうのはまずいじゃないですか。え、だちなみに、はい、ちなみにですよ、今、DB8 とか DBC2 とか、まあ、はい、他のやつでもいいんですけど、うん、GC1 とかでもいいんですが、はい、実は、ほら、ここがこうなってるヘッドライトのやつあるじゃないですか。ありますね。とか違うやつ。はい。あれ、こういう風にできます。いや、あ、この、USDM とかって言って、うんうんうん、この仕様にわざとしてる人いますね。いますね。バンパーとね、ライト変えて。はい、で、大体その車は、事故車です。フロントやっちゃって、どうせなら US 仕様しちゃうと。はい。なるほど。うん。なってます。はい。でこれあのね、スポコンの時こうやってる人多かったですね、うん、国内のインテグラを。あ、そう、こうすると目立つんですよ ね。あの、お、違うねとかって言ってね。はい、はい、でもこれ、はい、これ大変なんですよ、こういう風にするのって、はい、実はこれ全部交換なんですよ、はい、そうだね、フェンダーも違うからね、はい、全部交換なんですごい大変なんですよ、いろいろこう交換しなくちゃいけないパーツあって、うん、でもホンダのマニアックな人たちは、うん、こういう風になんかアメリカ仕様、うんにしたい、うん、だから日本の車でアメリカ仕様、うん、アメリカに行って日本仕様のやつ乗りたいっていうのもこう分かるんですよ、うん、なるほどね。日本仕様ってどこが違うかって言ったら、うん、もう圧倒的に右ハンドルっていうのが日本仕様なんですよ。そうですね、あの日本でもそうでしょ、うん、左半仕様、左半の方が高くなったりするでしょ。そうそう、うん、あの外車でも右半のね、うん、仕様の車ってありますけど、やっぱ左半の方がステータスみたいなね、はい、そうなんですね、乗りづらいんだけど左ハンドルにこだわっちゃうっていうのは。なるほど、はいはい、もうそんなちょっとマニアックなホンダ車でしたね、はい、すいません、はい、僕知らなくて、はいはい、じゃあ次はこちらの、はい、これ何の変哲もないスバルの車ですか、ね、これレガシーこれ何でもない、よくわかんない、これ何本当にね、あのインプレッサレガシー、あの普通のあのインプレッサワゴンです。あ、インプレッサワゴン、ワゴンです、うん、はい、はい、でもなんか普通インプレッサの STI ワゴンです、はい、これ普通の車なんです、めっちゃ普通。いや、これ普通すぎて、はい、あの申し訳ないけど YouTube 出せないよ。いや、出せないよね、普通だな、ダジャスだからって申したら、軽く出したらいいからって言ったら、はい、大丈夫、あのネタ仕込んどいたからって言われた。出た、信者案件です、これ。そうなんですよ。で、何ネタ仕込んどいたのっていう話したら、はい、中に乗せとくから、それ、何よ、やってやって話になって、はい、ここに、この中にね、何があるの、うん、これちなみに、裸を作る機械あるんですよ。嘘、はい、ちょっと待って、はい。理解が追いつかねえぞ。裸のお姉ちゃんいるの、そうです、はい。ちょっと皆さん、こっからモザイクです。はい、ちょっと、赤番覚悟でいきましょうか、じゃあ。そうですね。はい。この中にね、さすが信者、仕込みすごいですからね。すごいね。何これもう、お姉ちゃん。これも買い取ってくださいって言われて。はいはい。いや、何ユキチ2枚ですか ?3 枚ですかぐらいでいけるもう6、1時間いくらですかみたいな。いやいや、フリーですってこと言われて。何それただですよって言われて。はい。それは買っちゃうよね。そうそう。貢ぎ物として。はい。ほらヌード。そういうことね。はい。すごいでしょ、これ。ヌードルじゃねえかよ。ルヌードルじゃねえかよ。ルメーカーですよ。なんだよ、もう。ヌード。期待しちゃったじゃん。ヌードを作る機械です、これ。ヌードメーカー。ヌードメーカー。ヌードメーカー。そう。ヌードメーカーです、これ。ほら。何これ、すごいね。そうそう。え、製麺機ってことですか？そうです。すげえ。製麺機ってなんか、こういうさ、あのなんか圧縮法とかがこれで。はい。これが最新の。はい。家庭で生麺作りを楽しもう。はい。パスタ、うどん、そば、ラーメン。はい。え、すごくないですかこれ。約10分で作れるらしいです。めっちゃすげえ欲しい。あの、こういうね、はい、あの、食品関係のやつって、はい、あの、意外と、その、なんていうのか、あの、よく、こう、あるじゃないですか。あの、よくあるのが。中古買取リサイクルセンターとか。あるある。これ、使用されたものって、うん、あんまり買い取ってもらえなかったんですよ。いや、そりゃそうですよね。うん、これとか、あの、パン作るやつとかね。はい、ホームベーカリー、うん、よくある。うん、あれ、あの、なんか買い取り不可になってたりするケースなんですけど。うん、え、買い取っちゃってるじゃないですか。いや、だからこれフリーだっつってるですよ。あ、何貢ぎ物貢ぎ物。あ、出た。はい。なるほど。もうこれ、1個じゃあ、ちょっと弱いっすよって話してて。
そうですね。じゃあグリルつけちゃうとかってさ、グリル。これグリル。グリルつけちゃう。グリルってあの、グリル。焼く方のグリルじゃなくて。フロントグリル。あ、フロントグリルね。フロントグリルつけちゃうよって話で。ああ、なるほど。はい、いや、まあ、これ、まあね、フロントグリル。まあ、でもまあまあ、それでもまだ。インプレッサーボンのフロントグリルって出んですかって話で。いるのって感じ。そうそうそう。これだけ？これだけですか？そしたら、うん、じゃあ、もう一個おまけで。何もね。あの、ぜひとも、ね。何これ？はい。こっちヌードメーカーじゃないの？はい。これは違います。これは、実は。なんと、これは。エアストレッチマット。ゴロンネル。ゴロンネルプレミアム。何すげえこれ。これゴロンネルしちゃうともう根に入っちゃう感じで。はい、これだって敷いてあれでしょ、はい、あの、はい、あんなことやこんなこと。これニャンニャンするための機械です。はい、どこでもできるやつ。どこでもニャンニャンです。うわ、もう気使ってますね、お客さん、ほんと。ミクのために。そうそう、はい、これどこでも寝れるよって。はいはい。はい、ゴロンネル。ゴロンネル。助かるじゃないですか、これ、ミー君。そうなんですよ、ね。これ、車の中入れとくと、そう。もういつでもニャンニャン可能です。ちょ、たまに揺れてる車あったらこの人ですからね。そうゴロンネル使ってるもんね。そんな感じで、はい、やってます。すごいっすね。さすが信者、はい。そうです。さすが信者だわ。まあ、多分ね、おそらく、あの、これね、あの、このヌード、ヌードメーカー。はい、ヌードメーカー。ヌードメーカーは、はい、多分、試しに買ったんですよ、きっと。あ、ね、やっぱ最初やる気あるってこうやったんだけど、だんだん使わなくなっちゃう。あのね、そうなんですよ。うん、そうなの。あの、家庭のね、うん、そういう調理補助器、うん、すぐそうなるんですよ。まあ一番ダメなのを知るね、うん。あの、フードプロセッサー。あ、プロセッサー使わないね。あれ、こう便利なんだよね。こうガーって野菜入れてさ、バラーとか、野菜入れてバーとかってさ、そうそうそう、あ、すぐさ、あの、ちゃんとなるじゃん。うん、でも、あれ、洗うの大変なんだよ、ね。そうなんですよ。洗うの面倒なの。ミキサーとかさ、ジューサーミキサー。あの、で、結局ね、使わなくなっちゃうね。そうそうそう、でも、みじん切りした方早いっぺんすよ、とかって。洗うのだるいんですよ。あ、そうそう。ね、ああいう機械ってさ、あの、本当に、そのなんていうの、あの、台所の戸棚の中にいっぱいしまったんでね、うん。いっぱいしまってあります。しかも箱入り。はい、箱入り。箱同じですよ。そうそうそう、同じ同じ。うちにもね、はい、あるで。こういう時に、はい、やっぱりトラスト企画って便利な会社だから、あの、ほら、参拝も引き受ける形で。ね、中間処理場ですから、はい、うち。はい、そうです。何でも、何でもいいよって。もうそうやって言うからいっぱい来ちゃうんじゃないですか、YouTube で。え何でも、もう、もういつでも OK ですよ、みたいな感じで。はい、まあでも最近ほらマッサージチェアとかもあったじゃないですか、うん、ああいうのもらってもどうしようもないっていうかね。だって欲しい人いるよ中に。いや、あれ売る感じですか。いや別にほら社員の人でそういうの欲しいって言ったら、うん、どうぞって感じで、うん、あ、そうなんだ、はい、じゃあ俺これ洗面器もらおうか。どうぞ。おやったやった。お家でラーメン作る。そうそう、はい、あのね、家でこういうの作る人っていうのは結構ね重宝するんですよ。だって買わないでだってこういうのが手に入ればいいでしょ。あのね、なぜだか教えますね、うん、お家のね徒歩圏内にラーメン屋さんがないの、ね、自宅で作るしかない。それはねそれはね、うん、やばいです。え、だって手ごまれもそうでしょ。え、手ごまれもそうでしょ。何、え、ラーメン屋さんあるんすか。手ごまるの。いや、どうもっていうラーメン屋さんあるんで。出た、いや、どうも。だいたいね徒歩ね、はい、40分ぐらい。ほら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 。で、あの、ラーメン屋さんたどり着けます。はい。だどうなるともうお家で作るしかないのよ。40分って徒歩圏内じゃないの。全然徒歩圏内じゃないっすよ。そうそう、なんで。だって1時間以内でたどり着ければ徒歩圏内って言うんじゃないの。徒歩5分が圏内ですよ。え？え？え？いや、俺ほら、もともと東京に住んでたから。もうそんな、徒歩40分とか全然もうありえない。ありえない、ありえない。徒歩40分は徒歩圏内じゃないの。だって俺家の裏セブンイレブンだったから前は。そうじゃないとやっぱり。嘘。本当ですよ。ずいぶん田舎に住んでんだね。そう。総道駅っていうね。うん、あ、田舎ですか。あの、テグマルも、うん、申し訳ないけど、うん、あの、出前館も、うん、ウーバーイーツも、うん、誰も配達してくれない。ほら、そういうところに住んでるとやっぱ必要になるわけ、製麺機が。あとホームベーカリーも。ね、まあ、分かる分かる。あの、田舎あるあるだよね。そう、田舎あるあるです、うん、ね、週一買い出し行って、うん、お家で作るんですよ。そうそうそ う, そう、なんかね、トライアルとかね。そう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 、コストコとかね、うん、あの、大量に大量に買って、あの、すごいパックのやつね買ってきて、そう、うん、で、ね、小分け冷凍して食べるんです。そうそう、もうだって
あれだよ、だってコストコでさ、うん、あの水、うん、え何パック買ってくんですかっていう人いるよね。いるいる。1ヶ月分だとかっつって、うん、いるいるいる。でっかいあのカゴにさ、あのビニールで巻かれたやつ、ダンダンダンとかって、そんなに飲むみたいなぐらい買ってる人いるじゃん。いるいる。あれさ、よく見るとさ、アメリカの水道水って書いてあるんだよね、うん、コストコはね、ミネラルウォーター。そうそうそう、そんなの飲んじゃったらね、あれ水道から出た水だあれ日本の水の方がいいんじゃねえかみたいな思うけどねそれはねありますそれはある。ちなみに東京都の水の方が多分いいと思うよきっと。あ、東京都水道局の、ね、あ、ちゃんと技術がちゃんとしてますからね。最近あのほら、あの美味しくなったらしいから。あ、そうなんだ、はい、でも俺茨城の水の方がうまいと思うな、やっぱり。あ、なるほどね、うん、ちなみに天狗丸はね水道使ってないから。ええ、井戸ですか、まさか。井戸です。井戸で出た。ガッチャンガッチャン。ほら見てください、 この人井戸県民です。井戸県民井戸はね、あのカルキ入ってないんですよ。でもなんか水質チェックとかしないといけないじゃないですか。それは数量ちゃんと、だってな、何ちゃんとしたものを入れないと、ほら体に。だって周りの畑なんかもう農薬垂れ流しでしょ。え、その染みたやつ飲むんですよ。あのね、あの申し訳ないけど、はい、ね、東京の方はね、はい、下水処理した、はい、ゼルゼル、そういうことです。流れたものをちゃんときれいにしたものを飲んでるんですよ。そういうことです。どっちがいいの、どっちがいいっつったら井戸口に決まってんじゃないですか。ごもっとも、ね、あの腐らないっていうか、そのあの品質が劣化しないようにちゃんとね、消毒も入ってあるわけじゃないですか、うんうん、だからちょっと消毒臭いんですよ。ああね、でも成分的には悪いも入ってないと、はい、そうそうそう。昔ひどい時は、うん、あの白くなっちゃうの水がこう。井戸水ですか？井戸水じゃないよ、水道水。あ、水道水ね。水道水ってちょっとね、サービスよくその、うん、あのいっぱい入れちゃう気分をちょっと入れるとなんか白くなっちゃう。何そのサービスね。ちょっと今日はちょっと濃いなとかいっぱい入れちゃうかみたいな。白くなっちゃう。昔中学校で蛇口ひねったら茶色い水出てきたっていうのはありますけどね。いや、あるよ。だってあの工事したりとかして、あの水道つないだりとか、ほら、うん、あの断線したりとかしてさ、そうそうそう、地震の後とかさ、つないだりすると茶色い水出たりですね。そうそう、濁った水が出る。濁った水、あと錆びた水。あ、そうね、はい、あとね、水道凍ると学校休みになるんです、うん、あの水の話しちゃ本当に申し訳ないんだけどさ何何、マンションに住ん、東京のマンションに住んでる人なんかさ、はい、かなり劣化した水飲んでんだよ。あれ多分飲めないんじゃないかな。だってあの高層マンションとかね。そうそうそう、そうですよね。高層マンションって、うん、まあ、下に、貯水槽があるかもしれないですけど、だいたい上にあるんですよ、うん、屋上とか上の方に、うんうん、重力でね、下ろせるようにね、うん、でポンプでその水道を一番上まで上げて、うん、でそこに溜まった水をこう下に下ろしてくるんだけど、うんうん、ね、あそこのなんか蓋開けてみなよ。あのねあのビルメンテナンスの仕事の中で一番辛いのって、はい、浄水槽の掃除、うん、あ、なんか見てみない絶対飲めなくなっちゃうからもうなんかね、わけわかんない生物とかいるらしいですよ、マジで。これ何みたいな。絶対飲めなくなっちゃうから本当に一回見てみない本当に、まあ、だったらよっぽど井戸水の方がね。井戸水の方がいいよ、はい、もう本当に。でも飲まないでしょ水普段。何、井戸水。井戸水、ミネラルウォーター飲むでしょ。ああ、そうね。一時期は、うん、本当なんか井戸不振に陥った時あって。何それ、井戸不振って。信用できない時があって、はいはいはい、井戸水ね、はい。井戸水って、鉄粉混じってきた赤水出たりするんですよ。わかります。ちょっと錆っぽくね。うん、そう、ろ過しないと使えなかったりする時もあったりとかして、うん、なんか井戸不振になったりとかして、その、よく料理とかも使う時に、水道を使えなくて、うん、ペットボトルの水で、うん、分かる分かる、ラーメン作ったりとか、分かる分かる分かる、ペットボトルの水で卵茹でたりとかした。うん、じゃあ今は大丈夫ってことですね。今は大丈夫。ああ、よかったよかった。なるほど、はい。ちょっと全然違う話しちゃいましたけど、はい、まあ信者の車だからいいかな。あ、そうそうね。こういうね、普通の何でもない車も適正な価格で買い取りします。これね、おそらく、はい、この車ね、儲かんないです。だってもうギリギリのとこまで出しちゃったんでしょ、そうそう、信者だから。そう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 なんかその気ありますよ最近ちょっと。いや、だってほら、うん、こうきちんとね、お布施とかすごいよ。あ、いろいろね、いただいてるものが。これから解説すから
じゃあいいのか、別に車じゃなくても。もう損して得取れちゃうじゃない。はい、そういうことです。はい。まあ全国のね、はい、あの信者の皆さんで、はいはい、まあ、まだミー君の査定を心待ちにしてる人たちいるでしょう、まだ。はい、はい、います、はい。はい。これね、ちなみにこういうね、普通の何でもない車、はい、ノーマルの普通の何でもない車、うん。何でもない普通の車。あの、なんか、どこにでもあるような普通の車なんですけど、うん、まあ、こういった車もね、どう絶対 YouTube 上げてくださいって言うんだったら、うん、やっぱこういうね、あの仕込みって大事です。仕込みが非常に大事ですね。もうこれがないと、スーッともうスルーされていっちゃいました。はい、そうです、はい。こっちで仕込まなくちゃいけなくなっちゃうから。そうそうそう。でも、難しいな、こういう普通の車に仕込むの。え？難しいですよ。ここに何入れとけばいいんじゃない？なんかいろんな人形とか。あの、ヌード入れとけばいいんじゃない？なんかあの、ほら、ビニールでできてる、膨らむやつね。膨らむやつとか入れとけば。ね、大丈夫ですよ。あの、ワオーみたいな感じ。やった瞬間赤番です。ワオーって感じ、ね。みんな喜ぶけど明日にチャンネルなくなってるから、ね、なくなってる、はい、まあそんな感じですね、はいはい、まあ、こういうね信者の方からの買い取りも、うん、まあ、続々と入ってくるんですけど、はい、まあ、一応信者の皆さんにはもう事前にお伝えしておきますが、うん、まあ、普通の車だなと思う方には、ね、うん、事前に、うん、あの車内に仕込みを入れていただけると非常に助かります、うん、そうなんですね、はい、はい、うん、特にどういう仕込みがいいかといえば、まあ、我々が喜ぶような、うん、ね、ちょっとこう画面の向こうのね世代の皆さんもにっこりしちゃうようなやつがいいですよね、うん、どうです、はい、はい、まあ、そういうことですので、はい、信者の皆さん今まだねあのみーくんの査定お待ちいただいている方もいらっしゃると思いますが、はい、順次対応させていただいておりますのでもう少しお待ちいただければと思います。そうですね、はい、はい、でこういう普通の車でもねあの、はい、トラスト企画買取大歓迎ですので信者じゃない方も、はい、ぜひ振るって査定のご応募よろしくお願いします。そうですね、はい、あとねあのお布施はね、うん、あの基本的にあの今度は暑くなってきますから、はい、あの生ものはねなるべく控えてもらって。そうですねあの生ものはですね、はい、あのほら大和にクールで宅急便ってありますから。そうなんです、最近、ね、事前に送っといて伝票だけください、はい、これいついつ届くよって言っていただけると非常に助かりますんで、はい、でいただいた貢ぎ物はちゃんとねツイッターの方で紹介させていただいているので、はい、ぜひそっちの方もフォローよろしくお願いします、はい、はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。トラスト企画ナインスタンプ第3弾かわいいチビキャラスタンプが16種類できました。スタンプストアで検索してね。